さあ、有吉サンデーナイトドリームは私が有吉弘行でございます。2021年7月18日日曜日生放送でお送りをしてまいりますけれども、本日、アシスタントを務めておりましたタイムマシン3号の2人がですね、何でしたっけね、デング熱でしたっけ。違いますね。今は絶対違いますね。今ないっす、なかなか聞かないっすね今。コロナの濃厚接触者扱いということで、19日までかな、明日まで休まなきゃいけないということで、今回ちょっとアシスタントを務めることができなかったので代役としてちょっと、1枚も2枚も格落ちになってしまいますけど、格落ちではないと思うんですけどね。2人は久々ですけど、そうですね、アルコ&ピースの平子祐希と酒井健太です。お願いします。よろしくお願いします。これは格下なんですか。そりゃそうだろ。タイムマシーンだよ。なんでだよ。タイムマシーンの格下嫌だな。あれだってすごいだろ。オンエアバトルのチャンピオンだろ。わかりますか。お前らだってすぐオンバトの話とかしたがるじゃん。いやそうっすね、確かに。オンバトは弱かったっすから、僕らは。で見ればですけど、ね。今現実的にはそんな一緒ぐらいか。ガッポリ四つって感じ。ガッポリ四つじゃないですか。どうなんですか、世間的には。ちょっと上にいるんじゃないのかな。お前らがちょっと上なのか。いや、どうなっても。やっぱ壁で強いですからね。壁で言うと僕らは、ね、まあそれぞれ特殊番組あるけど。そうなんですよ。いや総合力でどう？僕らっすね。そう。僕らっすね。そうっすね。ちょっとは勝ってる。酒井がちょっと弱いだろ、でも戦力的には。いやでも意外とちょうどいいぐらいですか、山本さんと。山本と一緒ぐらいか。はい。で関と平子がガッポリ四つ。なんで俺と関が。総合席なんですか。総合で見てください、個人じゃなくて。行かないんだよ。やだやだな。タイムマシーンに比べられんの。いいと思うけどな、俺は。まだまだだなと思うな、タイムマシーンと比べられんの。タイムマシーン、そうか。そうですね。なんかでも、まあそうね。うん、最近はまあそうだね。見てて、平子はだいぶ大人になったなって感じするね。久々に。うん。本当ですか。なんかアメトークなんか見てても、ラビットとか見てても。ああ、ラビット、はい。ちゃんと大人の仕事を大人の態度でやってるなっていう、私は今ちょっと感心してます、最近。ありがとうございます。一歩酒井はどこでも喋れないなって。待ってくださいよ。自分の知ってるスタッフの番組じゃないと喋れない。それ一番心地いいっすかね。一番ぬるま湯が心地いいですかね。ちょっとな、お前も大人になってくれよ。すいません。いつまでやんちゃなんだよ。すいません。すいません。ないんだよ、本当に。本当にすいません。はい、いいですけどね。はい、まあ、ということで今日は、まあ、アルコ&ピースのお二人がということでございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、高明さんとほなみさんが、うん、まあ、高明さんとほなみさんって言って、ほなみさんも知ってるような口ぶりでしたけど、まあ、高明さんと鈴木ほなみさんが離婚なさったという。はいはい、これはやっぱりちょっとやっぱり平子なんかに聞いときたいんだよね。やっぱり、はい、やっぱり夫婦の先輩として。はいはい。これ何が原因ですか？どうなんですか？これ。だからまあ、まあ、子育てが一旦ね、うん、もう二人、あ、まあ、お子さんも大きくなられて、ね、うん、あとはやっぱり、ここでね、すごく能力の高いお二人なんで、それぞれでやりたいことの方向性って、いつまでも夫婦同じ方向ではないですから、でもただ、事務所と、社長と所属者っていう形は残すということで、そういう形でも円満ですよね。円満なのかな。うん。大人のこの道の選び方というんですかね。それある？自分ところも。あ、うちはまだまだね、幼い二人でございますので、残しのご便立ていただきながら、なんとかやらせていただいているところありますから、ただ大人になってくるとまた見え方も変わってくるんですかね。朝のコメンテーターじゃないですか。あんた聞いたでしょ、これ。難しいお題。どうなるかな。そういうこともあるんだろうな。確かに。まあ、二人ともなんかでも、なんか、晴れやかな顔されてたというか、うん、なんか、人段落って感じか。そうですね。社会的にはどう？僕はあんまわかんないから、でももう嫌いになったら別れたらいいし、好きだったら付き合ったらいいしって感じじゃないですか。嫌いになったってことか。嫌いになったってことじゃないですか。違うよ。違う。So much stress. Now a variety program. Sunday night. さあ、
こんばんは、オタプロの新宿広島型怪談師軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵の JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリームアシスタント改めてお二人。はい、アルコ&ピース平子ゆうきです。酒井健太です。はい、ということで、あー、そうかな、離婚ね、うん、もうでも高垣さん的にはどんな感じなんだろうな。いや、またチャンネル行っちゃおうかなって感じなのかな。気だな、そしたらそんな感じじゃない。もう落ち着いてんじゃないですか、60歳だと、はい、そうか、いや、上柴さんの60歳と高垣さんの60歳全然違うだろう、絶対色気がやっぱあります。高垣さんの60代ってさ、なんかまだかっこいい感じ。そうですね、かっこいいですね。上島さんの60マジやばいじゃん。この前久々に会ったけど俺もう心配だったよ、なんか全然違うね、あれ。どうやったらああなるんだろう、色気がね。なんか本当にご自身の好きなことをね、スポーツ選手とお話対談したりとかね、まあそういった方に振ってきた感じがありますもんね。なんかでもどっちも同じようにお酒飲んで夜遊びもして、うんうんうん、って感じだけどな。なんであんな差が出る？タッパスかね。確かにサイズ感結構でかいかもしれないですね。でかいから、うん、なんか上島さんあと10年したらオシムみたいになると思うんだよな。ちょっと俺心配なんだよな。でも相性の方が長生きするかもしれないしな。そうですね、わかんないですね。なるべくかっこいいおじさんでいたいですけども、うん、さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーム、一旦ブレイクいたしましょう。ステイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーマーです。生放送メッセージください。アルコ&ピース酒井といえば小食、めちゃくちゃ食います。で、平子と、タイムマシン3号の山本といえばロレックス。まあそうですね、落ち合いも使いました。落ち合いも増えましたね。ということで、テーマこちら、時計の話。皆さんが持っている腕時計、普段使っている目覚まし時計、台所にあるキッチンタイマー、時計に関することならどんなことでも OK でございます。まだ柱時計、鳩時計ありますとかね、うんうん、街のからくり時計ありますよね、たまにね。ありますね。四谷三丁目もあの消防署のところに ね、 ね、 あれね、立派なやつね。時間になると、ね、少し音楽が流れる。砂時計も集めてますとかね、うんうん、時計に関する最新情報を送ってください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます。相変わらずですか、酒井さん、時計はなし。え、今時間に縛られたくない。いやいや、してますから僕。別にそんな強い意志持ってないです。全然 G-SHOCK、ね、G-SHOCK、はい、僕してます。イラコは相変わらずロレックス、 ロレックス、はい、付け出してもらってます。もう落合にまでね、ロレックス進めるようなもう時計マニアになってしまう。そうですね、本当太田プロの宮迫さんと呼んでいや、時計大好き。強くもなんか言えねえし。そうね、魅力はまあまあ何ですかね、まあかっこいいよね。かっこいいです、まあ、自分自己満足ですけどね、単純に、はい、ずしりっていうのがね。そうだね、うん、俺トンネルさんに買わされたやつだけど、はいはいはい、あれ重くてさ、はい、重いんだよ、もう肩、うん、左マジ肩こっちゃうんだよね、左向けてると。あ、そんなんですか。そう、あんまつけなくなっちゃったけど、あれどう、売る売るの？いや、売らない。意識してる？僕はこれ今つけてるやつは、うん、あの息子が大人になってからあげたいなっていうの。あ、そう、はい、そのパターンあるよね。なんかお前あのアメリカのやつ好きだよな。アメリカのやつ大好きです。アメリカのやつ。傷だらけのロレックスを親父から。いいな、はい、で息子それ銃弾守られるんだろ。銃弾撃たれることないし胸に入れねえしロレックス。懐中時計じゃないから、はい、腕につけてますから。あ、そう、でも値上がりしてるってね、ホントロレックス。なかなか買えないんすよね。有吉、ね、さんのなんかホントないですよ。見たいね。らしいのよ。あら、80万で、まあ、買わされたっちゃあれだけど、番組で、まあ、きっかけで80万で買ったやつが今もう少なくとも倍にはなってんじゃないかな。あ、倍以上じゃないですか、ね、全然。すげえあるから売ろうかなと思うんだけど。めっちゃダメですよ。ダメだろうな。待ってないでしょ。いやでも記念ですからね。いや、その、いやでもほら、土地転がしとかマンション転がしとかでもそういう言うじゃん、やっぱり、はい、今やってるもん売ってまた次いいもの買ってどん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 こう転がしていかないといけないじゃん、はい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 、だからその80万で買ったもの160万で売って、はいはい、次160万の時計買って、うん、
320万にしてっていう。実際に腕時計の投資家もいるみたいですよ今は。あ、そう、はい、それ全然考えない。いや、それやっぱりでも何本か持ってない。3本、はい、3本、はい、いつお前なんかもう、はい、俺に何の相談もなくなったなお前。遠慮ないな。すいません、すいません、なんか歯止めしかなくなっちゃって。いろいろ調べたりして、なんか知識が少し入ってくる、楽しくなっちゃって、こんなこれもないなって分かっちゃうんですよね。まあそうやな、はい、まあもうそのもうお前は高円寺という土地に縛られてるからな、あそのどっか高い家買うとかいう夢はないもんな。高円寺で高い家買いますよ。高円寺高い家はないよ。あります、僕今。いや高円寺本当家建てたいと思って店舗買おうとしてる。店舗じゃないんですよ。桃太郎寿司でも違いますよ。ガードしたの桃太郎寿司。僕で土地探しますもんこれから。ちょっとやっぱでもずっと高円寺はもう決定なんで。いやもう俺はあそこに骨を埋めるんだと思ったのよ、はい、あの前の指導、細い指導。細い指導じゃないです、まあ細い指導ですけど。いいんですよ、子供遊ばせるのにすげえいいんですよ。そすげえ言うな、細い、ね、細い指導。ありますか。あの平子んちの前の細い指導ね、はい、まず。いやいや、で安村んちの狭い玄関、共同の狭い玄関で、あと尾形んちの家の前の砂利、これが俺三大嫌な、これ三大嫌なポイント。やめてくださいよ、芸人の家三大嫌なミステリースポット。次こそは絶対に太い指導に住んでやるって思ってますから。待っててください、最初に見せますよ。指導が広いでしょ。指導は指導なんだ。指導見たことない。指導は指導なんだ。太い指導の太い指導の前の第一条件ですよ。そんな条件ないですよ当然。そうか、ではまあじゃあ家も買いつつということで、ね、はい、そういうことあるのか。酒井はじゃあ、そういや一方金、いやいつも言われるだろうけど、平子からも言われるだろうけど、はいはい、何にお前金使ってんだみたいなね。いや何にも使ってないです本当に。もうだからあれ春日とかみたいなもんだろ、あのあとはほらなんだっけ、村上みたいな、ほら金はチャンピオンなのに変な家住んでるの、ね、使わないですけど。いやそんな持ってないですもん僕だって言ったって。マジで そんなに何畳お前んち。8とかじゃないですか。なんで今わーって言ったの。一回今家考えたんですよ、何畳かあんま分かんないんで。いや8だったらすぐ出るだろ。いやそうなんかあんまりねミステリアスブルーですよ、ね、なんかさ、そう今の8畳っていうのがさ、なんか証券っぽかった。証券なんか言ってないですよ。傷だらけの天使たちのさ8畳みたいな、なんかなんか8畳。いやいやいや、そんなつもりで言ってないですから俺。ララララ。証券じゃないですから俺。8畳。いやそんな狭くないんですよ。リンゴ食ってます。朝リンゴ。8畳も狭いだろだって。いやでも全然、うん、それは単純にお金を貯めたいってこと、春日みたいなパターン、なんかがある時のためお金貯めたい。まあまあでもそうっすね、なんかあったら怖いなっていうのはありますね、うん、確かに一応貯めてる。でも平子のその買い物っぷりとかさ、はい、その日常の感じ見てたらさ、はい、これぐらいは言っても大丈夫だなって感じがするじゃない。もう絶対無理です。なんで手取り変わんないっすもん。いやいや、はい、無理。なんで。いやそれはだって分かんないですもん本当に。怖いじゃないですかだって。いや分かんないけどさ、はい、でも大丈夫だ、もうちょっとは。8畳がかっこいいって言ってんのさ、ちょっとかっこいいって俺言ってないです。8畳8畳って言ってないですもん俺そんな言い方。何が欲しいの、なんか一個大きいもの欲しいもんないの、うんうんうん、あーでもさすがにもうちょっと広い家住みたいなっていうのはありますね。はい、何畳、9畳ぐらい。分かんなくなっちゃった言い方が。そんな言われたら9畳のわけない。なかなか難しいよ9畳探す。9は難しいよ、奇数むずいですからね。ないの、ま、物欲がないのは知ってるけどさ、物欲がないんですよね本当に。なんかあれ入れてんの、なんか川崎の先輩かなんかに上納金まで入れてたやつがそれなあんの、なんかおかしいじゃん、なんかないっすよそんなの。30代で川崎の先輩にお金入れなきゃいけないの。ダメなの、そういうことないんだ。そういうのはないっす一切。実家もなくなったんだろ、だって実家ももう今なくなって、うもうだから何にもないじゃん肩にかかってくるものは。いやこれから何かかってくるか分かんないっすもん、だってもうだってお袋死ぬしさ、だって、まあまあ、そうだろう、だってそんなにいつか死にますけど。
はい、それ自分己だけじゃん。そうなった時ですよ、怖いの。一番怖いのはそうなって一人になった時が一番怖いって言われたんですからね。なんかちまちましててあんまりいい思いしてる人見たことないですけどね、うんうん、時にはドーンっていうね、豪快さは必要ですからね、うん、こういうやつってもう本当にすぐ死ぬよ、うん、結構意外と、うん、いやいや頑張って、なんか何にも楽しいことなかったな、うんうん、最悪っすね、張り合いの部分ですよね、これ買ってやるんだっていう、いや川崎のニュータンタンメン食ったぐらいだったらな、楽しいこと、俺それだけ楽しいこと、川崎のニュータンタンメン、ニュータンタン食った思い出、それだけですか俺の相馬と、多分そう、俺のイメージで酒井が楽しそうだったなと思うの、それぐらいだから葬式で、なんでですか酒井、ニュータンタンメンはそれ食ってたのよなあ汗かいてな、辛いの好きだったなしかない、長寿しかないことないでしょ、なんかありますよ、なんか楽しそうなことがないじゃん、だって楽しいですよ、なんか後輩とかと飲んだりするのも楽しいですよ、僕は。本当、はい、平子の方が充実してるように見えるんだけど、充実感もしかしたら車ね買ったり、免許もまだ持ってないですから、まあそうですね、免許もないですから、免許取るのはあるかもしれないですけどね、まあ免許ね、はい、確かに一発免許とか取るよ、パツって難しい、まあ、むずいか、はい、やっぱり何が嫌なの、免許取りに行くのは騒がれるからちょっと嫌だ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 、全然そんなことないっす、そんなことマジでないっす、もうやだな、その思われてたらそう思われるの嫌ですね、うん、いやでもそうじゃないの、え、違います、本当に違います、ただだから前はもう前田敦子みたいとかさ、ああいう AKB のトップの子たちがやってたみたいな特別時間に行ったりするやつで行けばいいじゃん、なんかそれはそれでタレントお前が何やってんだみたいになりますよ誰だよみたいな、それ前提で聞きに行けばね、うん、そういうのしてもらえるって聞いたんですけど、タレントのやつあるんですよね、いやもうそんな顔見てパッて分かるやつじゃないとダメですって、そんなの恐ろしい、ダメ、じゃあ金使わない、今のところそうです、ね、あんまないです、ね、はい、寂しいな、うん、どうすか、俺ね今ほら福山雅治さんがほら、はい、家族の写真撮らないでくれとかさ、はい、あったじゃない、はい、見ました、はい、あれさ俺もまあよく撮られるのよ結婚してから、はい、すごい、うん、で結婚する前からさよくねあのおじいちゃんのね、うん、カメラマンが いるのよ、あの盗撮盗撮って言うんだけどね、はい、もう隠れることすらできないのよ、もう普通にボーッと立ってシャッと押してていう人がいるのいつも、ほんでこの前もさすがにしっかり撮るからさ、大きなカメラで、うん、ちょっとすいませんって言ったらわーっと逃げちゃうのよ、もうそう追いかけてさ、はい、すいませんって言って、うん、もうなんで撮るんですかそうやって、うんうんうん、って言ったら、いやもうフリーのカメラマンですから私はそういう仕事ですからって言ってそうですか、うん、僕も写真撮らせてもらっていいですかって、ほうほう、まあまあね、うん、携帯で2人でこう枠をさばって撮ったりしてさえマジで撮ったんですか、撮って、あ、じゃあまあのすげえ行けますって言ったらさ、まあ、それ行くところもまた後ろで撮るのよ、だから今度俺その撮ってる姿撮ってやろうと思ってさ俺と2人でさ撮り合ってるの、何ですかもうそれ2人で撮り合ってる東京ラブストーリーみたいなずーっと2人で撮り合ってるのずーっとよ5分ぐらい俺が撮るのやめるまでやめないんだもん、もおじいさんどっちかもいないと思います、ね、でまたもう一回言ってさ、なぜ撮るんですかそう、お互い大変ですね、お互い大変じゃないでしょう撮らないでよってさ、で一緒に写真 撮らせてください、撮ってたら何使うのそれってさ、はい、私素人だからそんなもんどこにも使えないよって言うのよいや別にまあこれまあインスタとかあれでやんでってさ、なんだろうね、なんか悲しかったよ、いやすごいおじいさんなの、なんでだろう、腰曲がっちゃってフリーで暑い中それを売るわけですよね、写真を、麦茶あげようかな、通っちゃったよずっとよ、お互いずっとお互い撮ってんのよ、お写真撮ってるところ、お互いが何それ鏡みたいになってる参ったよな、大変ですね、それは、うん、そっか、隠れもしないんだ、いやびっくりした、おじいさんなんかもう隠れられないんじゃない、そっか、機動力がなくなっちゃったんですね、一旦ブレイクさせてください、スネイナイツドリーマー
さあ、メール来てます。ラジオネームタイマイ。 RP がタイムマシンの格下かどうかという議論ですが、はい、平子さん1人とタイムマシン2人が同格そこに酒井さんを加えると、うん、RP が格下になってしまう。何が格下なの？だいぶマイナス、マイナス要因みたいになってるんじゃないですか。足引っ張るんだ。足引っ張ってるんですか俺RP って呼ばれてる？あ、まあ、まあ、言われることはあります。アルコ、俺アルコって言っちゃうんだよ、どこの現場でも。アルコと、はい、RP が多い。RP か、あ、多いのはRPですかね。あ、まあ、アルコールとピースだからか、はい、そうすね、アルコだとアルコールだけになっちゃうからか。酒井だけ、まあ厳密に言うと酒井だけみたいな意味ですけど、うん、別に僕らはそこはどっちでもいい、はい、はい、RP アトピーみたいな感じするかな。なんかちょっと気に耳障りが、気にしちゃう人もいますよね、うん、はい、どっちがいいのかなと思ってね。本人的にはまあどっちでも、どっちでもいいですけど、はい、アルコでも、うん、まあでもそうかな、先輩とか結構アルコっていう人いますね。あ、ちょっとそこで出る年がアルコって言ってる人は おじさんちょっとだけ年配の方が多いかもしれないですね出ますね、うん、確かに。あのビッピーとかあんま言いたくないんでしょうね、可愛、うん、い、 い、じゃあザコ師匠はなんて言う？あ、アルコかもね。アルコって言う？アルコの二人はさ、アルコって言うわ、ね、あ、そう、ね、はい、確かに。じゃあ誰だと、霜降り明星は？アルピーさん。あ、やば、そうっすね。じゃあもう、アルコって言ってた、おじさん。ちょろですね。確かに。お前だ、だって。そうではないですよ、僕ら。だって、平子お前いくつだって。僕42ですもん、もう。42じゃねえか。そうではないですよ。いや、なんか30代みたいな顔してまあまあまあね、そうですけど。ああ、そうなんだ。じゃあアルコって言わない、アルピーって言った方がいい。アルピーって言った方が、そうですね。酒井は酒井でいい？酒井平子は そんなもん、はい、はいはい、そうですね。そう、変わったことは呼ばれない、うんうん、そうですね。そう、酒井ちゃん、酒井ちゃんって呼ばれる。あ、酒井ちゃん、ちゃんさかとか、ちゃんさか、はい。平子は平子、若い子は平子っちできますね。ひらこっち、そうですね、若い子はそうですね、若いファンの間では。ひらこっちなんて言ってんの、マジでこれちょっと今時言い方悪いけど、ババアのファンだけだろいや、そんなことないですよ、みんな若い子。いや、俺ツイッターでババアのファンがひらこっちって言ってるの見たことあるけどさ、わかんないじゃないですか、ババアかどうか。いや、ババアだよ。いや、若いです、みんな若いですよ。いや、若くない、俺もう絶対分かるもん、平子っちって言ってる人ババアのファンだって。いや、普通のババアは平子さん、はい、ああ、まあそうですね、ババアのファンは平子っち絶対そうだよ。いや、だからね、分かるよ、俺もアルコって言っちゃうからジジイじゃない、はい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 、そのババアのファンも、うんうん、あ、ひらこっちって言ってるから私もババアだなって認識していこうよっていうなるほど、そうでも愛らしい、愛らしさですよね。そうそうそう、そういうこと、うん、酒井ちゃんはチャンサカ、チャンサカは、チャンサカ、爆笑の田中さんのチャンサカっていう、でもチャンサカって言ってくる人ってあんま面白い人いないだろう。いや、今田中さんって言ったばっかなんで田中さんもほら、そうですね、うん、確かにあんま面白くなさそうなやつ多いかもしれないですよ、スタッフさんとか。そうですよ、スタッフ絶対チャンサカって言ってくるスタッフ面白いはずないもん。ちょっとそうですね、なんか慣れ慣れ。でも酒井はチャンサカって呼んでくるスタッフがいる番組だと伸び伸びできるんでああ、そうですね、だつまんないやつ一緒にやるのが楽しいですね、一番マウント取れる、マウント取れるやめてくださいよ、もうそんな言わすの静岡も生き生きしてるらしいよもう楽しくてしょうがないですさあ、ごめんなさい、曲いく、はい、曲いきましょう、映画竜とそばかすの姫のメインテーマです、ミレニアムパレード&ベルで You。 さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送でお送りをしております。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子祐希と酒井健太です、はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、はい、まずはこのニュースから。
北斗の拳ミュージカル化。え、マジ？北斗の拳のミュージカル、ミュージカルフィストオブノーススター。フィストファクティックではない方ですね。フィストオブノーススター。北斗の拳が、まあね、そういった方もいるんでしょう。いろんな性がございます。12月に東京一斉劇場にて、あの女性金額に頭入れてる男の人の写真見てみろ。興味、興味を上回るのやめてください。管理用紙見てみろ。めっちゃ笑ってんだぞ。あのスカルファックってやつですよね。いいんですよ、スカルファックの話。まあいいんですよ。頭入ったさ、ポスター見せてさ、笑ってきた。すげえな。あの時は。ってでっけえなと思って。あの、そっちの話聞かせてください、ね、詳しく。いいですか、12月に東京日生劇場にて上演されることが発表されました。ホリプロと中国上海の演劇制作、演劇制作会社の共同プロデュースで、うん、全く関係ねえじゃねえかよ、うん、そこがね、一つになって共同プロデュースということですよ。音楽はフランク・ワイルドホーン。誰だよ。著名な方ですね。音楽関連の方ですね。名前出さなくていいだろ。演出は石丸幸子さん。石丸幹事さんは知ってるけどね。幸子さんでございますね、こちらは。脚本作詞は高橋亜子さん。亜子さん、はい。そして振り付けはジャオミン。ジャオミン誰だよ。ジャオン振り付け師の方ですね、うん、著名な方です。そして主人公ケンシロウ役は大貫勇輔さんが担当します。ね、まさに北斗の拳。結構でもプレッシャーあるだろうね。いや、これは相当舞台で、まあでも多分この主役の人もイケメンだろうから、まあね、うん、あの、うん、ファンの女の子たちがいっぱい見る来るんだろうから、うん、はいはい。子さんファンなんかのね、注目度も高いと思う。そうだろうね、うん、ちょっと神明さんなんかもね、うんうん、一言あるんじゃない。ちょっとアドバイスなんかしに来てくれるんじゃない、稽古中に。すげえ、うん、真っ黒のサングラスかけてね。やっぱりね、やっぱり未だにあそこの北斗百裂拳と、うんうんうん、ハート様のシーンが一番印象深いかね。ハート様、お笑いのツッコミなんかでもあそこがよく出るかもね。平子みたいな豚を、俺豚じゃないですよ。俺ケンシロウガだと思ったわ。長い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 。ちょっと待って、有吉さん。急に来た。急に止まった。ハート様の準備前してたんですから。来ねえ来ねえと思って。ずっと前後に動いてるから俺。死んでますよ、もうそんな。いやでも舞台版そういうことですよ。でもそうだな、そうですよ。笑っちゃいますけどね。長えな。どういうシーンがあるんだろうな。どこなんだろうね。どこ切り取るんだろうね。長いからね。やっぱりでもラオウか、銃座出てラオウ出てあの辺かな、はいはい。もうだから他のキャストも気だから、山の不動とか出たらね。いいね、山の不動ね。山の不動誰がいいかな。山の不動はね、でかいですからね。でかい、だいぶでかいっすよ。あれもうがっちりしてて誰だ。佐藤二朗さんとか。佐藤二朗さんそんな太ってないの。佐藤二朗さんな、せめてラオウだろ。あめっちゃふざけるけど。アドリブ入れちゃった。いや、山の不動はどういる。あんな太ってて、大きい、丸くてでっかい感じね。ちょっと酒井一個ぐらい提案してくれよ。石塚さんどうですか。いいね、いいね、いいね、めっちゃいいじゃん。いいね、時は時。時ね、かっこいい。あれじゃダメだろ、高見沢さんは。ダメ。Stay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp
dreamer.slay night dreamer. さあ、引き続きニュースいってみる。あれ見た？もう、全裸監督。まだ見てない。俺も見てないね、まだなんか。面白いのかな？面白いんじゃないですか。面白いって聞きますけどね。どれぐらいエロいのかって、やっぱエロいんだったら見ようと。いや、エロいはずですよ。エロいよね。はい、誰々が脱いだみたいな話聞いてますから。しこれるかな。しこるんですか？しこらない映画に全裸監督ってしこるのかな。でもまあ一瞬しこりそうになってドラマ性に引き込まれてみたいなのを、ね、山田孝之さんと黒木香織さんの濡れ場とかでしこるんじゃないの普通。いやもっとネタありますよ多分今世の中ネタっつうか、はい、でも山田孝之さん が出てるのすごいじゃん。うん、はい、いやすごいですけど、うん、それ目当てでは抜かないですよね多分ね。山田孝之で抜くんですか。違いますよね。とか有名な人が出てる方が有名な人で抜くのか。すげえわかんないそれ。俺もわかんない。有名な人で抜こうっていう。はい。綺麗な人とか可愛い人じゃないの。岩下志麻さんとか。いや、まあ極道の女たち。はいはいはい、ちょっとねセクシーなシーンの片瀬梨乃さんとか、はいはいはい、ありましたよね。世良政則さんと片瀬梨乃さんの濡れ場とかさ、はい、あ尾形健さんと浅野敦子さんの絡みとかで抜いたりしないの。いや、なんか例えば無名の JKJD みたいなやつとかじゃ全然興味ないってことですか。それはそれでいいけどなんか浅野敦子さんとか誰だっけ片瀬梨乃さんの濡れ場で、うんうんうん、チャンスだなと思わないの。親いるんですか家に。実家っすかね。寝静まってるしみたいな懐かしい抜き方ですねでもね。確かに。おっぱい出たらチャンスだみたいな。ありましたけどね、うん、そのなんか芸能人水泳大会とか。はい、ああいやいや親いるんですよ。昭和の抜き方なんだよ。うちの親父がさ芸能人水泳大会録画してたらビビったね。完全にネタにしようとしてますね。そこ堺の親父も負けてないですから、ね、俺もそういうの俺の親父もそういうのやってましたからめちゃめちゃ大丈夫だよ。だからそうじゃんめっちゃ撮ってたもん、はい、だからそうじゃない。あおかずしてたんじゃない。してたと思いますよ多分。堺じゃ何おかずにしてってこと。いや俺普通にだってビデオとか一番いいの言ってじゃあ一番いいやつ最近今一番気に入ってるシチュエーションとかもうルミカちゃんっていうもう黒ギャルの黒ギャルね、はい、はい、あの子もう長いだろ随分。あ知ってます。知って見てる見たことあるよ。ルミカちゃんマジでかもうでも多分引退してらっしゃるかもしれないですね。あそんな感じ、はい、うん、それがもうルミカちゃんルミカちゃんのそうかお前そうだお前ギャル好きあギャルめっちゃ好きっすルミカちゃんマジでエロいし可愛かったっすねルミカちゃんがどういうやつがいいの。僕が見た作品はあの漫画喫茶みたいなとこで、うん、パコッチャみたいなやつ一番やばいっす。満喫で満喫で満喫で声出せないみたいな満喫しちゃう満喫で満喫しちゃおうっていうタイトルかもしれないですもしかしたらめちゃめちゃいいっすね。バカじゃないお前は羨ましいよ本当に独身は。うわ、本当取られてる。完全に満喫で満喫しちゃおう満喫で見てんだろお前。すごいな。あんまり言うとこで抜いちゃいけないんだぞ。見てないですよ。漫画喫茶厳密にはあれかもしれないけど、ね、抜かない方がいいと思う。抜かないです。我々既婚者にはもう許されない贅沢ですよね。ねえ本当贅沢だな、本当に。独身貴族だな。抜いてないです。独身貴族。抜いてないです。漫画喫茶。ニュースじゃないわ。ラジオネーム三角寺 FM へ。アルコ&ピースとタイムマシン3号の隠した問題ですが、ラジオになると、酒井さん1人とタイムマシン3号を5個分がトントン。そこに平子さんが入ると五分五分になります。え？お前、どういうこと？ラジオでは平子が足引っ張ってんの？見てこの三角寺さん結構酒井のアシストしてっけどな俺知らねえところで。タイムマシーンはだって単独で ラジオやんないからな誰かの。そうですね、そうですね、はい、今も乃木坂のことやってんな、はい、お前らなんかやってないそんな。これもやってます、同じ曲で、はい、ああそうか、はい、あれは FM 富士、はい、FM 富士はそういう番組が多いの。誰かと誰かがやるみたいな。もともとアシスタントで誰かしら女の子僕らも入ってたんで。でも多いですね、うん、アイドルの確かにグループの、はいはい、ラジオとか。そうなんだ、うん、
あと、堺、静岡で。静岡でもやってます。はい、単独。インスタで静岡のなんか、あの、女性のアナウンサーの、あ、いや、はい、ずっと盗撮動画みたいな、あれ流してる。あれなんだろう盗撮じゃないですよ。俺、あれ事情知らないからさ、堺、はい、がずっと盗撮で、盗撮じゃないんですよ。インスタライブでもやってる。許可取ってますから、あれちゃんと。あれ注意。あれファンが多いってこと？いや、まあ、なんか坂が盗撮してるなと。盗撮じゃっていつも思ってる。いつも、はい、告知みたいなんだ。あ、そう、はい。ラジオネーム、プジョーのタクシー、福島 FM。坂井さん、うん、メッシのチンポ10万で2秒見れると言われたら、いくら出せますか？金使わないから。メッシのチンポ10万で2秒？メッシのチンポ10万で見る？メッシのチンポ 見るのにいくらかける？いや、それはだって別に。写真撮っていい？写真ありですか？動画あり。喜んでるんですか、メッシは。それですよ。いや、それはお前のトーク次第だよ。風俗みたいな感じなんですか？風俗みたいな。メッシってめっちゃタトゥー入ってるじゃん。入ってますね。おちんちんどうなのかな。ああ、入ってるか。いや、入ってないんじゃ。入ってないのかな。おちんちんにメッシ入れないっしょ。なんか入れ、あの鎖とか、バラのイバラみたいなの。ああ、はいはいはい。そうだな。ダサいなメッシ。天狗の顔描いてちんちんとか鼻にする人とかいますよね。バボリだと。なんていうの？います。バボリだと言います。いいな。いいなってなんすか。いやいいよな、独身ヤクザって。自由に入れるじゃん。いいですね。そこは羨ましいと思うね、本当に。ヤクザって羨ましいな。あんま聞かないですよ。町の賢者。はい、いきますか。はい。あ、はい、ワンカッパーダンボーラーであるあなたが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネームパンチドランカー斉藤 FM 仙台。ニュース番組 N スタにて MC を務めるホラン千秋が女子高生らにハグしましょう、ハグミーなどと声をかけ、抱きついて胸を触るなどして逮捕された通称ハグおじさんのニュースを取り扱う際に、続いてはハグおじさんですと言わなければならないところ、続いてはハゲおじさんですと言い間違いをし、すぐに気づいて、あ、失礼しました、ハグおじさんでしたと慌てて訂正。あのね、これじゃまるで世の中にハゲおじさんがいるみたいな間違い方ですけどね。そもそも世の中にハゲなんか一人もいませんからね。俺たちはひよこクラブを何十年と留年してるだけのおっちょこちょおじさんなだけで、決してハゲてませんから。まずそこ訂正しろ。もし本当に謝罪の気持ちがあるなら、全国のひよこたちに育毛剤を送りつけ、俺たちひよこを立派な鶏として育て上げて、今年の発毛コンテストを大会史上まれに見る大混戦へと導くことが本当の誠意ってもんだろう。今まだひよこの我々もシャモとして戦う準備をしとくから、お前もこれを聞いたらすぐにネットで育毛剤爆買いしろ。ハゲないね、平子も坂井も。坂井ちょっと危ない時あるけど。そうですね、はい、平子全然ハゲない。僕まあでも、まあ、反り込み部分ちょっとね、ちょっと広がるぐらいですかね。まあでも、もう42だからこっからハゲても普通だしな。そうですね、はい。坂井ちょっとやばい時あるよね。そうですね、でもまだ大丈夫か。見して。ああ大丈夫だね、はい、まだ高井さんも。いや、なんかもう高井さんは、はい、いやハゲてるよ、はいはい、ハゲてるけど、はい、20年前と変わんない。ハゲ方が。ずっとハゲてんの、うん、ハゲのエリート。いや、ずっとハゲよな。ずっとハゲてんの。若い時から。今はもうふさふさのぐらいだから。ああ。いや、ハゲないんだよ。あ、いや、ハゲなんだけど、はいはい、ハゲないの。元がもう、ベースこれなんですね。元がハゲだね。元が。20年前がハゲだよね。誰に聞いてるんですか。ね、全く変わんないよね。じゃあなんでハゲたんだよっていう。何があったんだよお前って、20年前っていう。そこだけハゲちゃってよっていう。普通交代していきますからね。キープしてるんだ。うん。あの GQ の鈴木編集長って、はいはいはい、昔学生運動しててね、はい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 、学生運動してて、あの
ホースで放水されるじゃん、はいはいはい、放水の中に結構化学薬品とか入っててあれが結構あれきつくてさハゲちゃって、ええー、おっしゃるけどね、嘘か本当か、そうなんですか、嘘か本当か、はぁ、あ、でも何でもそれ言うんだよ、でも編集長肌綺麗ですよねって言ったら、うん、学生運動やってた時さ放水に結構されてあの時化学品が入ってたよね、だからかな、いやハゲもするし肌も良くなるしいいどっちなんですかって、ね、どっちなんですか、そんな成分ないっすよ。ネラジオネーム内閣低めゴリラ FM 栃木、東京代々木公園に巨大な人の顔が浮かんだことが話題となっていました、うん、公園の外からでも目立つ顔の形をした気球はツイッターでもめっちゃ怖い、進撃の巨人という声が相次いでいたそうです、うん、この奇抜な人の顔は東京オリンピックにちなんだアートプロジェクトだったそうで、顔の大きさなんと20メートルを超えるサイズだったそうです、うん、え、顔のサイズが20メートルってことは実際の人間と比べると100倍の大きさってことだから、こいつの金玉の大きさ 4.5 メートル、大相撲の土俵と同じ大きさ、力士ってめちゃめちゃでかいと思ってたけどこいつの金玉の上で相撲取ってるって考えるとそうでもないな、よし、国技館のネーミングライツ権獲得して巨人の金玉スタジオに帰る、ね、俺これちょうど休みでさ、はいはいはい、朝ツイッター見てたらさ、はいはいはい、これ載っててさ、はい、16日ずっとやってますって書いてあったからさ、はい、俺行ったの、見れました、昼過ぎに、はい、さもう下がって気球 の乗るところだけポツンと置いてあって、あと青いビニールシート貼ってあって、みんななんか警備員の人は何人かいるんだけど、うん、なんか係の人たちは国際なんかワールドバルーンなんとかって車があって飛ばないかなと3時間待っちゃってさ、3時間よ、何やってんすか、でさスタンさまさに観測気球ってやつ、はい、風船さ、はい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 、釣り竿につけてさふわーっと飛ばしてさ、みんな風向き見てさ、はいはいはい、ってやってさーっと見てみんながさお辞儀し合ってさ、はい、パンと手を叩いてからさ、うん、よし上がるぞって思ってさ、うんうん、待ってたんですよ、うん、みんな寝始める、昼寝ヒート引いて、ね、草むらで寝始める、何なんですか、何して3時間、結局3時間俺待ったけど何にもなく、いや20分で帰るでしょ、おじいさんと写真撮り合ったり、マジ何してんすか、地球見たかったりさあ、そこの俺そこの現場にあったもう一つのアートミュージアム、うん、アート撮ったのよ、はい、それ吉田羊さんも同じ写真撮ってて、あ、吉田羊さんに会えたのになと思ってショック。なんで、あれ上がんないの、夜上がってて、でも夜もう一回上がってたんだよ、へー、教えてくんないんだよ、あ、そういっぱい変なオタク見てる人が、うん、係員の人ですか、これいつ上がりますか、うん、って聞いてるの、うん、係員の人が、いやちょっとみたいな、へー、謎っすね、不規則がアートみたいなことなんですかね、ちょっとショックだった、見たかった、うん、ブレイクします、デイナイトドリーマーLive on air。 さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーマー1時間経過というところでございますけども、ラジオネームアルミカン FM 福岡、自分のホームだと水を得た魚のように元気になる酒井さんですが、先週静岡の放送ではハンバーガーを食べながらラジオやってました、うん、ちょあのゲストで来られた方がハンバーガー屋さん、うん、でそれを試食するっていう、ハンバーガー屋さん藤田殿下、藤田伝さんじゃない、マクドナルドの藤田伝さんじゃないです。もっとホなんつうんですか、でっかいあのホームハンバーガーみたいな、あの、うんうん、ああいうホームハンバーガー、ホームハンバーガーってなんつうんですか、ホームハンバーガーってなんて言うんでしたっけ、家のハンバーガー、家のハンバーガーってなんつうんだっけ、でっけえやつ、でっけえ、なんだ、個人店みたいのでやってるやつあるじゃないですか、ホームハンバーガーでわかるじゃないですか、ホームハンバーガーってなんつうんだっけ、聞いたことねえ、ホームハンバーガーってやんないよ家で、はい、家じゃなくてなんだっけ、忘れちゃった、なんだっけな、あれそれでやったんですよ、食べながら美味しいって言いながら、ああ、ね、家で、ああ、家でじゃないですけど、ああ、はい、じゃあ生意気やってたわけじゃないのね、生意気やってたわけじゃないですか、生意気やんないよな、ハンバーガー食べて、さすがに俺それはやんないです、俺
いくらなんだ。ラジオネーム内閣低めゴリラ FM 栃木。酒井さんの改名、改名は川崎小銭ためニュータンタンメンでいいですか。漢字どうなってんすか、ニュータンタンメン。何酒井を入れたい。酒井あんま改名に入んないですけどね、美容師。平子は指導、指導狭い。何ですか、高円寺骨うずめ。そこで死んでるじゃないですか。この後も聞けることに気づき。2021年7月18日日曜日、時刻は夜9時になりまして、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子祐希と酒井健太です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてます、サンデーナイトドリーム。オリンピックもね、その金曜日からですかね、始まりますけど、なんかまあそれはまあこんな状態だからあれなんだけど、全然東京にいても盛り上がってる感じ、もうそろそろだなって感じは全然ないね。だけどなんか交通規制だけは一丁前にさ、そうですね、もうなんかな、警察の人いっぱい出て、はい、看板もいっぱい出ててさ、外苑近辺がガチガチですね。そうなんだよ、もう心配だよ俺、そのオリンピック期間中、はい、もう前日に全部調べなきゃいけないの、どこどこあれでここは通れないとか、そうね、叫んなよ。まあまあまあ掘ってますね、まあね、前々からね、一人で、ね、高いんだって呼んで、あ、値上げもしてんだよ、その期間おお中通らないようになるべき人が、いやーすげえ、やっちょまんやってくれる、ホントにってますね、確かにそれは確かにちょっと、ね、いやだから車、じゃあ車じゃなくていいよって、別に電車でもいいんだけど、電車とか関係ないのかな、電車も規制あんのかなと思ったりさ、数とかあんのかな、あとなんか外国の人いっぱいいたら嫌だなとかさ、そうっすね、怖いっすね、お互いにね、ほんでなんかトンガかどっかの人逃げてんだよね、うん、ほら、うん、そうですそうです、あれどうしたのあの人、どこに書かれてるんですかね、トンガに帰るの嫌だって逃げちゃったんだよな、時間もないのにね、おどうやってんだよ、いやちょっとウガンダか、ウガンダ、ウガンダの人、あどっち行ってんだろう、心配だ俺、その人どこ行ってんのかわかんないですけど、いやほんとなんかなんとかさ見つけてさ、いやかくまってやりたいっていうかさ、かくまんすか、なんかいやちょっとあったかいもんでも食べさせてあげたいじゃん、有吉さんちで、おお来ますよ本当、そんなに、いやでも心配じゃないですよ、ちょっとこのクソ暑い時にあったかいもん食わせて、いやそうか、まあ冷たいもん、ね、麦茶でもほら、あ麦茶の一杯でもほら、嫌がらせじゃないですか、なんでだよ、暑いのに鍋食えた、いや暑い時に暑いの食うといいですまよって言うかもしれない、ちょっと喋れんですね、亡命って形を取りたいのからですかね、大変なんだろうな、うん、そうか、あとはね、新宿の小田急デパート、はい、小田急百貨店が ね、はい、潰れるんですよ、ね、はい、閉店、そうですね、堺とね、うん、箱根旅行行く時にね、小田急のデパートの地下でお弁当買って行ってるって話してたの、これはもうあそこの小田急の地下のお弁当買うのがすごく楽しみで、美味しいお弁当いっぱいあってすごく楽しみにしてんだけど、堺とかはね、なんか何でもいいでしょって言うわけ、別に旅館行って食うんだから、まあそうですね、別に電車駅弁どうでもいいでしょ、別にどこでも一緒でしょ、京王も小田急もまあまあ、はい、みたいな物言い態度、はいはい、それがこうなっちゃうんだよ、あれのせいなんですか、そうだな、そこですごいいいんですよね、小田急のね、地下のねお弁当コーナーって言ってね、少しずつもう草の根的に盛り上がってたはずよ、俺が潰したんすか、そこ、うん、俺がとは言わないけど、ちょっと失礼だ、物言いがあったね、今後注意してねって言って慶応も潰れちゃうよ次、いやいやいや、あのお弁当は別にね、そんなにこだわって買うって食べ方までそんな寂しいよ、どんどん連れていく渋谷、
東急本店本館、はい、これもなくなります、はい、2年後かあ。いやそうですね、池袋でもね丸いなくなったとか、ね、そう、うん、我々の青春みたいなものはどんどんなくなってますね。そうですね、しょうがないですよね。高円寺はないね。高円寺安泰ですね。大きい建物ないもんね。ないんです、高い建物もないんで、昔ながらの商店街で、うん、まあな、高円寺もでも大変だろ。大変です、もうやっぱ個人商店が多いんでね。 あそこのあれまだある、あの天ぷら屋で卵の天ぷらやってくれるところ、はい、天助、天助、はい、あそこはあります。あそこね、あそこはずっとありますね知ってる、ちょっとわかんないです。卵バーンと割って、うん、ボーンと油に入れて卵そのまま揚げてくれるんだよな、はいはい、天ぷらにしてくれるの、半熟状態とろってね流れる状態で、殻を後ろにボーンと投げるのが、ゴイさんが、はい、すごいっすね。そんなことか、いや もちろんいやゴイ箱に入ってるんですよ投げるって言ってるのね、入ってるこの前アメトークでもやってたもんね、高円寺、はい、高円寺やってました、ね、あの桃太郎寿司とかね、あ桃太郎寿司、ね、はい、紹介させて。本当に魅力ある街なの高円寺って。いや魅力満載ですよ本当本当に。なんか いちょっと失礼なんだけど、はい、俺好きは好きなんだけど、はい、ちょっと疑問なのは、はい、阿佐ヶ谷も、うん、高円寺も、うん、もう一個は荻窪とか、はい、変わんねえだろっていう、全部一緒だろっていう、もうあれもっとエリア大きくした方がいいんじゃないか、あ高円寺のいいところはとか言うんだけど、いやそれはもう阿佐ヶ谷も一緒だろ、荻窪も一緒だろって俺言って思うんだよね。ちょっと違うんじゃないですかね。そう一緒だな。いや一緒じゃないですね、やっぱりそれぞれの特色っていうのはやっぱ住んでみるようありますけど、ありますやっぱり、あの古着屋さんだったりね、あ確かに似てますね、うん、雰囲気とか似てるっちゃ似てるんですよ。高円寺の女は鬼やっこみたいな女ばっかりだな。すすきみゆきじゃないですか急にしちゃうけど阿佐ヶ谷もそんなおかわりしないおかず足さないですよ、すすき阿佐ヶ谷もないかな。何が一番いいんだろうな高円寺って。そんなにライブもやってないだろ、下北に比べたらやってるんじゃない。ライブはまあそうっすね、まあミュージシャン多いっていうイメージはあるけどね。ミュージシャン多いっすね。あとはやっぱり、まあ、焼き鳥屋さんのイメージ、ね、大月健二さんから来てんのあれは。あ大月健二さんが象徴だろ、だって高円寺の。そうっすね、だからちょっとサブカルの匂いがね、そうだよね、強いね。あの博士と、博士もそうですね、その二人で持ってるだけだろ持ってるっていうのもまた違う、別にだいぶ昔の話ですけども。そう今古着ブームなんかもねまた再燃して、古着屋さんなんか増えて若い人もね。下北も多いよ下北も多いですけども、もっとだからもっとザラッとしてるんですかね。下北の方がちょっと半歩先に行くんだよね。今再開発して綺麗ですね、はい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 、また半歩行ってる、はい、でも、ま、行かれたよ。でもいやだから高円寺は昔ながらの雰囲気を残しつつっていう部分ですね。再開発とはまたちょっと遠慮いかもしれない。そろそろ再開発させてくださいって言う始めるよ。いやっていうで、まあ、そういった良さでその若者を呼び寄せてるところもあるんで再開発しようとしたら反対が正直阿佐ヶ谷とがっぷりだろ。がっぷりですね。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.いや阿佐ヶ谷と高円寺って今も言ってたんだけどさ、はい、日曜日電車止まんないんだよ。いや電車止まるんですけど、あの何なんすかね、なんで日曜日だけ止まっちゃう。中央線が土日止まらないんですよ。中央線は通過駅になっちゃうんですよ。日曜日は止まります。土曜日は止まる？土日は止まらないです。東京っすよ。あれわけわかんない。あれわけわかんない。あれビビるよね。はい。だから荻窪は止まるけど、なんで阿佐ヶ谷高円寺飛ばすの？阿佐ヶ谷と高円寺ってだからやっぱ本当そうなんだよな。あれよくわかんないっすよね。なんでだ？マジちょっと一枚落ちるだろう。一枚それで落ちるんですよ。それだけなんですよ。落ちる要因が。下北はそんなことないもん。いやそうなんだ、あれちょっとビビるんだよ、うん、あれちょっと荻窪の作戦っていう可能性もあるんだよな。荻窪いや荻窪ってやっぱ飯屋うまいところあるもん。ああ酒井とも言ったけど、あカレーの名店トマト、トマトもあります、吉田カレー、吉田カレーもあります、春木屋、春木屋ラーメンも有名なところです。なんか、ね、吉祥寺に恩恵受けてる感じもするんですよね吉祥寺はもうもっと抜けてるもんな。
巨大だもん、あそこ。あそこも独立してるもん。確かに。あそこ独立帝国じゃん、もう完全に。何でもあるもん。何でもありますね。確かに。あんなね、急に離れてんのに急にパッて下がりますからね。あそこすごいよ。悔しいんだよ。サイバラリエコいるしな。強いっすね。それは強いっすね。高円寺弱いだろ、博士と。いやいや。いや、大月健さんだけど。いや、言い方難しいですけど、同じじゃないですか。サブカルじゃないよ。みんなサブカルっていう人ごくりにしないで。そうね。川崎はでもまあ、川崎はまあ、あれだもんな。悪い人しかいないもん。悪い人ばっかりじゃないです。名前、口に出しちゃいけないような人ばっかりだろ。そんなことないですよ。めちゃめちゃ。揉めそうな人ばっかりだろ。全然みんな優しい。一人出してる有名。ベッキー。あ、ベソか。そっか。そっかっていうか。大丈夫。そっか、大丈夫。ベッキー川崎なの意外すぎるよ。ベッキーさん。イギリスであれよ。お前、そんな言ってやるなよ。意地悪だな。いやいや。同世代のスターなんで。意地悪すぎない？いや、意地悪じゃないですよ。もっとなんか柄悪い不良みたいな人出しちゃいいじゃん。なんでベッキーって意地悪すぎない？いや、今マジで爽やかにしようとしたら、そっかってなっちゃったんですよ。ベッキーさん。絶対ダメだよ、そんなの。かわいそうに。じゃあ、ロッキンロード FMA。僕は中学生の頃、父親からもらった黒の G-SHOCK をつけています。うん、この前父にこの G-SHOCK はいくらで買ったのと聞いたら、パチンコの景品だから値段はわからんと言われました。僕も平岡さんのように将来結婚したらこの G-SHOCK を自分の息子に譲りたいと思います。いや、まあまあ G-SHOCK もかっこいい、まあいいタフだからね、それこそね。まあまあ子供に渡す頃にはレトロになっててかっこいいっていうパターンもあるしね。確かに、それいいかもね。まあロレックスも価値下がんないだろうな、今この感じでいくとな。そうでしょうね。なんか大きなことがない限りな、需要と供給がやっぱり合ってないんで、価値はね、上がるんでしょうね。確かにな。俺なんて親父から竹とんぼしかもらったことないじゃん。親父が竹とんぼ作ったって竹とんぼもらっただけだよね。いや、30歳ぐらいか。30歳だったんです。30で。もうすごいっすね、それ。いや、大事にしてください、それは。恥ずかしいわ。本当に恥ずかしいわ。ねえ、今日はまあ時計の話もね、募集しつつというか、コーナー行きましょうかね。キュンキュンでございます。私有吉がキュンキュンとするようなメールを募集しております。あれ、子供いくつになった？もう今小4と小2です。あ、そんなになった。はい。でも裸の写真盗撮するわけにはいかないな。あ、でも気をつけるよ、盗撮されちゃう。いやいや、そのでも親が撮ってアップしてももうダメですもんね。もうダメだね。子供でも怖いよ。どう、撮られたら。まあ撮られないけどさ、はい、撮られないだろ。いや、わかんないですよ。フライデーに撮られない。わかんないですよ。平子お買い物中みたいな。平子お買い物中全然取られないね。子供とお買い物中。いいな。夢じゃなくて。そんなことないですよ。もうちょっとですよ。あと一歩ですよ。俺だって。何が目標？警戒してるんですから。警戒するんじゃないよ。狭い指導を歩く平子。なんでめっちゃ言うまい。平子一家。一家で取られる。指導を歩く。いないよ。横並びで堂々と歩けますよ。ギチ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 斜めになっちゃって。そんな狭くないでしょ。悔しいな。本当に。ラジオネーム本物の三軍 FM 熊本。高校の文化祭でチンコを使って焼きそばを焼いている俺。すると隣のクラスの天海祐希がやってきて、焼きそば一つ、あと目玉焼きもつけてちょうだいと言ってきた。チンコをしごき上げフルボッキさせた俺はすぐさま調理を開始。焼きそばが完成に近づいた俺は退屈そうに見ている勇気のために卵を天空に投げ、揚げチンコで叩き割るというちょっとした小技を披露するも鼻で笑われた。完成した焼きそばを渡すと会釈だけしてその場を去っていく。そんな背中を見ながら火傷を負ったチンコを慰めたい。なんか俺知らなかったんだけどさ、はい、この前かりそめ天国マツコさんとのやつやってたらさ、天海祐希さんがゲストで出て、はい、番宣で、はい、飯尾さんと一緒に出ててさ、飯尾さんとはもうプライベートで付き合いがあるお二人っていう風に紹介してたのよ。マジかと思って。すげえ。
何それ。飯尾さんなんてお前もう。そうだろだって。いやいやそうっていうか。もう俺ら、もう俺らともう苦楽を灯した飯尾さんだから。はいはいはい。盗撮魔と言ってもいいよな、ほんじゃん。飯尾さん、顔だけ見たら。顔だけ見や。顔だけ見たら。痴漢の顔してるじゃない、確かに。はい、軽犯罪の。軽犯罪のさ、大井の大井から出てきたさ、優しい人ですよ。大井競馬場の方から出てきた痴漢よ。飯尾さんなんて。関根さんのね、関根さんの弟子みたいなもんじゃない、うんうんはい、そうですね。大井から出てきた痴漢がよ。痴漢じゃないですよ。あんな宝塚のトップスター、玉見ゆきさんと親友だって言うんだよ。まあ、役者お仕事もね、されてますからね。すごいなと思ってさ。ないそういうのね。そういう付き合い。俺、全くないのよ。はあ、女優さんとか。相川翔さんと、あまあちょっとね、一時。はい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 。翔さんよりやっぱ天海祐希さんの方がすごいだろ。いやすごいっすね。またちょっと違いますもんね。とりあえず翔さんに。本当にないのそういう意外な。意外。一番ビッグな友達教えてよ。友達。一番ビッグな親友。これゴージャスとかになっちゃうんだよ。ダメだよそれ。福島だろどうせ。そうな地元の友人。ゴージャスなんてそんなの名前も出すなよそんなの。ゴージャスと赤津でしょ。ダメだよお前。誰がこうビッグ？ビッグソもクソじゃん。クソじゃないですよ。ユーです。いわきのユーですよ。暴れるだろあと。あ暴れる君もそうですね。福島のユー。どくらいって言うんだよマジで。三平。福島のユー。福島だ。なすびさん。福島のユー。揃い踏みですよ。ザルで売っててもいらねえよ。ザルで100、ザルで100円でもよ、お前。いらねえ。まとめて売ってても。酒井は？まったく。いそうじゃん！なんか、芸能人なんか誰か取り込んで、うまいことしたから入って。いないの？言い方悪いですけど、全然いないの？後輩しかいないです、有名なやつ。これがダメなんだな、多分俺らな。そうっすね。ないな。いう人付き合いが全くないんだよな。うん、まあ、クリーンちゃクリーンだけどね。そうですね。連絡先教えてくださいがまずないですからね僕ら一緒。そうだね。なんかね共演しても連絡先教えてくださいって言われたらどう？例えば天海祐希さんから。あ言われたら全然。それはマジ？しないっすか？ええいやいいですよってなっちゃうじゃん。そっかビビりますよそんな。和田アキ子さんから逃げてますもんね。やめろよ言うんじゃねえよ。電話番号泣きながら竹山さんのところに泣きながら竹山あたしは悔しい有吉に嘘の電話番号使わざるでよなあたしは悔しいいやそんなことないんですよ間違えたんでしょ有吉はつってそうかなうち悔しいわほんま竹山さんすぐ俺のところにお前嘘の番号捕まったらしいなすごい謝れやめてくれやめなよ本当に怒られよまたもうラジオネームサイン Z 渚にまつわるエトセトラの2021年バージョンアナルにぶち込むエネマグラの売り上げがいいことに浮かれていたパフィーのお二人がタラバガニの足を俺のアナルに入れながらカニ食べ行こうはにかんで行こうと歌い出したのでちょっと二人とも調子に乗りすぎですよなんて言いつつ次々と尻でカニを食らっていたところ甲殻類を食べた時特有の謎のかゆみに襲われパフィーの二人そっちのけでアナルをボリボリかきむしりたいそうかねえなキュンキュンするねもう最近あの質問しないね、はい、アミちゃんとユミちゃんどっちが散々しましたけどねしたけどなありましたねしなくなりました全然しないね今聞かない今の若者はしないんでしょうねパフィー離れが激しい
ごい人気だな。いやそうですよね。俺マジでヒッチハイク行ってる時の半年間でブレイクしてて、はいはい、俺帰ってきた時にもうあらゆる人から「おいパフィー知ってるか?え」なんですかこれ、パフィー知らないよって言われて、もう知ってんだけど、もう知ってるから何回も言われるパフィー知ってる、食べ物ですか、うわおいバカだな、喜ばせ浦島太郎が喜ばせますね、絶対パフィーねえ、一旦ブレイクします。Slay Night Dreamer Live on air Radio ShaySunday Night Dreamer。 さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でございます。有吉由紀さんに一度に、あれなんか出んの賞レース、あ今年出ます、あそうなの、両方出ます、あそうなの、はい、いいね、両方っていうのは M1 もキングオブコントも、あそれ M1 は今年最後なんですけど、あそう、はい、ちょっと出とこうかな、うん、あいいね、優勝だな、目指すわ、優勝以外見えてませんね見えてないな、はい、うん、したいですね、頼むな、はい、任せてください、よしブックメーカーで、いやいや金かけよう、全財産全財産かけよう、やめてください、えあえそんな僕らにかけるんですか、もうもちろんだろう、やめてください、じゃあやめてください全財産はダメですよ、今の力強いコメント聞いたらお前かけるしかないだろ遊び金でやってください2万ぐらい、はい、遊び金2万しかないですか、出たよ、あー見ててくれよ、頼むぞ、もう全力で応援しよう、いや怖えな怖えな、ラジオネーム時計の話ね、今日はね、はい、ラジオネームうとく FM あおり、私は鉄道関係の仕事をしており、業界の伝統でいまだにアナログの懐中時計を使っています。すげえ。昭和53年の時計でおよそね1日に1秒ぐらいずれますが、毎日出勤するたびに合わせますので今でも現役です。こういうのかっこいいよね、かっこいいですね、うん、仕事柄っていうのもね、そうなんだね、こういうのも大事に持ってるといいよね、うん、価値が出たりするよね、またね、やっぱりでもどうなんだろうな、そのロレックスなんかもさ、はい、なんか転売したら高くなるからってさ、はい、大事に大事に箱にずっと入れたまんまの人とかいるじゃん、スニーカーなんかでも、はい、あれよくないね、そうですね、やっぱりね、やっぱ何かしらでね、使い込んだかっこよさありますからね、のがいいなと思うけどね、リスキューの人がつける G-SHOCK とかね、そうやね、かっこいいですか、昔だからほらジモンさんがスニーカーいっぱい集めててね、はい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 、もう家そのために1個マンション借りて、すげえ、スニーカーとか G-SHOCK のためだけの家、はもうスニーカー全部加水分解でボロボロになっちゃって大笑いしたよ、最悪ですね、それは、いやそうなっちゃうんですよね、みんなハイタッチだったジモンさんのスニーカーがボロボロになったっていう情報が取り込んだ途端みんな輪になって輪になってハイタッチ朗報があるじゃないですかでもジモンさんも今何にも集めてないって言ってたな、クワガタもやめたし、なんかそんなこと言ってた、 G-SHOCK もちょっとしか結構な金になったんじゃないかな、 G-SHOCK とかすごいの持ってたよ、ね、あの人、昔のやつはそうですね、並んでるところはあの普通にワイドショーかなんかに映ってたことあったからねジモンさん、そうなんだな本当にアホが並んでるよ、アホではないですけど言われてましたもんねいやそんなことないですよ、ラジオネームストレンジラブ FM 群馬、古畑任三郎の木の実奈々さんが犯人の回でスタンガンで殺してしまったことで、うん、腕時計が狂ってしまい、それが謎解きのヒントになっていくというのが好きでしたね、なんで人食っちゃったんだっけ木の皆さんが、そんな回ないっすね、ないっすよ、丸飲みしちゃってないっすね、進撃の巨人ですか、ないです、そんな巨人じゃないですよ、七型のでかいやな口がでかい、お口はねパカーと大きいですけど、柴田恭平も舘ひろしもな食われちゃって危ないでかいやつから悲しいラストだったよな、危ないでかい、そういう終わり方しないです、最終回じゃないですよ、リターンズようやりましたねそっちは、危ないか腹裂いて出てくるところじゃないですかあの二人がかっこよく出てるでしょうね曲の方いきます、池田エライザウーマン W の悲劇より、 Send us a message
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer. そうか、なんだっけ、これか。ラジオのロイより証拠の大ライス。平子さん、高円寺と豪徳寺だったらどっちがいいですか。いや別に地縛りで対決してないから。いやまあ豪徳寺もいいとこですけどね。高円寺って寺があんの。ありますね。ああ、そう。そんなに有名っていうか、そこにじゃあみんなで行きましょうとかいう場所ではないですけど。感じないんだ。じゃあ絶対豪徳寺だな。豪徳寺めちゃめちゃ招き猫いるからね。まあうわー、ああ怖ーっていうぐらいいるから。そうなんですか。招き猫が。そんな怖いならプラグじゃないじゃないですか。行きたくないですよ、じゃあ。いや、あの岩どけた時に、はい、岩どけた時にテントウムシがいっぱいいるみたいなぐらいいっぱいいるから。じゃあいいじゃないですか。いるな。気持ち悪いじゃないですか。豪徳寺。一番高円寺一番って言ったらどこ？美味しい美味しい店。本日一番。はい。どうぞ。桃太郎寿司。桃太郎寿司。ご賞味あれ。ご賞味あれじゃないんだよ。あれはなんてお前、あっちの方にもあるだろ、駒沢の方にも。ああ、でもあそこ本店ですからね。公園寺の方が。そうか。はい、あ、桃太郎寿司な。はい、あ、まあ美味しい。ご賞味あるじゃないんだよ。どういうそうだよ。川崎ください一軒川崎屋川崎家系ラーメン川崎屋川崎屋美味しい。食べない方がいいかな。どう、ぜひ食べてください。満足してないだろ本当は。違う、桃太郎寿司と川崎屋でいいのか。いやいや、それはもう名店ですから、いくらでもありますよ。桃太郎なんかさ、あれ笑っちゃうんだよね。高円寺の桃太郎寿司っていつも平子さんがいますよ。席とか、そうですね、席と平子います。お前いつもいるなよ桃太郎寿司。行くなよそんなに。家族行きやすいよな。家族でもそうですしね、山本と行ったりね、繋ぎとかね、コロナ禍の前は行ってましたね。草薙と全然合わないな俺。元気、たまに会う。この間久しぶりにロケで会いましたね、ラビットで。はい、な、痩せたり太ったりするな、あいつもな。今ちょっと痩せたかな。昔ボブちゃんちんみたいな背中してたじゃないですか。すげえでかかったよな。コモコになってましたけど。俺たまに会うと、おー痩せたなって言ってやるんだよ。そしたら嬉しそうする。おー痩せたなって言った時が一番の笑顔だ。気にしてんだ、痩せたいんだ、うん、痩せたいんだったら痩せろよな。ね、本当ですよね。酒井なんて言ったらいいの、はい、お前も痩せたな。またそうですか、あんま変わんないですけどね。今やってんの、なんか何にも。なんで嬉しそうな顔して。何にもやってないです。本当めちゃめちゃ食ってますから俺。あ、そうなんだ、はい、なんかライズアップとか、あれだ、あ、まだ解禁してないのかな。なんか俺知り合いがライズアップの CM 出るっつってて、ちょっと笑っちゃうんだけど、まあ、大変だろうな、あれやるのな。そうです、相当根性いるだろう。食事制限だよ ね、 ね、厳しいらしいですからね。ね、はい、やったら開くもちょっと。ライズアップっすか。お前もう相当でかいな。僕今97、8ぐらいあるんで。100はいってない。100キロもう目前っすね。行きたい。いい男だったら1回は行きたいですね。すごいね。100キロ才能だっていうからな。で、そうなんですよ。僕ちょっとだから大きくなったのを気にして、そういうあの体鍛えてる系の芸人なんかいっぱいいるじゃないですか。みんなに聞いてどうやれば痩せるかな、締まるかなって聞くと、90超えは才能です。上を目指してくださいってみんな教えてくれないんですよ。痩せ方、筋肉もコアラも。すげえな。はい。でもそこまで。コアラさん？コアラさんじゃないですね。あのコアラさん、超新塾のコアラですね。あんま今コアラさん。今あれ夕方の。はい。夕方のあのほらあるじゃん。はい、激安スーパーとかさ、大食いレストランこの人気みたいな、はい、ああいうコーナーやってる。はい、あ、コアラさんですか。制作。あ、制作で。うん、ええー。そんなことはどうでもよくて。コアラって言ったよねでも。いや、コアラって今の超新塾のあの筋肉ムキムキの。はあ、はあ、そのコアラね、コアラさんじゃなくて、はい、コアラさんじゃないです。僕だったらコアラさんって言います。ああ、急に僕は年齢が出ちゃったな。年齢ですね。僕
制作アニマルテーダンのコアラさんって言ったらもう年齢バレるね。コアラでは超新塾のコアラだね、若い人たちは。それももうちょっと言いづらいですけど。どちらも二大巨頭で、コアラ二大巨頭で。やっていただいてますんで。痩せないんだな、じゃあ平子は。僕もういいかなって、嫁がそれでいいって言うんで。あ、そう。はい。まあ、体が悪くなきゃ大丈夫。そうですね。酒井はもうどんどんみそぼらしくなっていくな。そうですか。めちゃくちゃ食ってますけどね、俺。何にもしないし。いや、やってるだろ、絶対。ええ、その言い方だとなんか薬系の話になっちゃう。違う違う、なんか美容やってるだろ。美容やってるわけないっしょ、俺。酵素飲んでない。酵素飲んでないです。酵素はマジで飲んでない。酵素飲んでる顔してるよ。俺酵素飲んでる顔してないですよ。自分で言うのあれですけど。飲んでないですよ。俺酵素。酵素悪いもんみたいに言うなよ。いいんだから。酵素体にめちゃくちゃいいですけど、俺は飲んでないでしょ。どう見たって。飲んでないです。はっきり言って。本当に飲んでないです。酵素だけはマジで。やばいよ、悪いもんじゃないからマジで飲んでない。飲んだ方がいいぐらいだよ。今週の桑田ピッチャー岩田背番号18。プロ野球巨人のコーチに就任した桑田真澄さんの動きをレポートしてもらっております。ありましたよ、桑田さん。仕事させていただきました。めっちゃ人、もう全然元木とそんな関係じゃないですよ。立派な方だったね。めっちゃいい人、めっちゃくちゃいい人でした。あ、そうだろうな。マジで優しかったな。俺完全にもう桑田派だもん、清原より。もうな、まあまあまあ、もう俺の見る目はもう確かだったの、ね、すごいすごい人だった。髪どうだった、髪型、まあ、変わんないです。もうずっとあの、ずっと変わんない、ずっとあの髪型です。そう、はい、あの四千頭身の後藤みたいな感じで。まあまあまあ、まあ、近いですね。ね、近かったです。うわあ、羨ましいな。立派だったね。なかなか会えないですからね。あ、そう、はい。ラジオネームタイマイ、ピンサロに来た桑田。立派だったっつってんだろ。ボーイからの爪のチェックを受け、少し長いと言われて爪切りを渡された桑田。全然分かってないね。あのね、爪短すぎるとボールに指の力が伝わらないの。今の長さがベストだから、ごめんね。そう言って店を出た桑田だったが、数時間後両手にグローブを装着し再度来店。これならどうかなと言って爪の問題をクリア。しかしその後財布から5000円を抜くのに悪戦苦闘する桑田だった。好きだからね。好きじゃないですよ、全然。いいよね。ネクストドア、阪神との試合中、スタンドに滝川クリステルを発見した桑田。キョロキョロと周囲を確認し、こっそりとおもてなしのポーズを送ってみると、滝川から笑顔を向けられる。はにかみながらも喜んだ次の瞬間、矢野監督からサイン盗みやるよこけ詰め寄られる。めっちゃ言われてよかったな。おもてなしやつ。まさかあのおもてなしやってはしゃいでる頃にはオリンピックこんなことになるなんて。本当ですね。なんか夢幻のような、なんか黒歴史みたいになっちゃってるな。本当ですよね、今や。本当に。ラジオネームサイン Z、 両腕に時計をしている元サッカー日本代表本田圭佑選手に感化され、グローブを両手にはめ出した桑田、ま、しかしその手だけがやたらでかく見える格好ゆえに、周囲からバボちゃんとバカにされる羽目に。結果桑田は本田圭佑のことが心底嫌いになって自分が言いたいな。桑田さん関西弁ちょっと、でもちょっと、はい、イントネーションとかだけぐらいですね。あ、キヨの悪口言ってた。知ってないっすよ。真面目なインタビューだったの。そんなんなかったです。あれは聞かなかったの、早稲田との。三谷監督と密約あったんですか。そんな聞くわけないでしょ。ほくろの数は、いや聞かないっすよ。
立派な話してくれてんのに。以上です。Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、高円寺の話ですけどね。高円寺の話ではないですけど、今も言ったんだけど、パンサーの尾形くんの奥さんが高円寺に、子供服のお店を出されたんですよね。はい、行きましたか？いや、ちょっとまだ行けてなくて、はい、ちょっと行って買って平子の子供に服でも買ってやろうかな。ああ、嬉しいですね。尾形の奥さんの服。いや、喜ぶじゃないですか。うちも嬉しいですし。いいね。あそこは行ってないの？博士の店。ああ、ちょっとまだ行けてない。水戸橋博士。はい、まだ一度行けて。博士グッズがあったり。はい、ちょっと行けてないですね。なんで行かないの？行きたいんですけどもね、ちょっと日にちが合わなくて。なんでよ。日にち合わないことないだろ。合わなかったんですよ、ね。行ってくれ、頼むよ。そうですね。博士の店。ちょっと、潜入してきます。と？はい。よちょっと、はい、ヒンチ合えばですけど。合わないの？は、博士のツイッターとか見てたら、毎朝散歩してらっしゃるよ。はいはい、そうですね、うん。ちょっと前までなんかジョギングしてね、うん、だいぶ母言いながら走ってらっしゃる、うん、ところで、すれ違ってた、ね。今なんか散歩ハマってて、毎朝散歩してらっしゃるよ。うん、ああ、ちょっとお会いしないっすね。散歩させてもらえばいいじゃん。あ、僕もいいですかみたいな。毎朝やってらっしゃるんだから。ご一緒にですか、うん、あ、なんか時間が何も合わないから。朝やってんだから。なんかそうですね、ちょっと会えばですけどもね。難しいみたいな話がされてますね。欲しいな。ラジオの高速進化 FM 栃木、ごめんなさい、短歌のコーナー、はい、短歌いきます。ラジオの高速進化 FM 栃木、新緑のカビとキノコに囲まれた風呂は都心の露天風呂かな。新緑のカビとキノコに囲まれた風呂は都心の露天風呂か。何すか。何すかって言うなよ。理解力が浅いんだ俺らが。あ、そっか、俺らが悪い。聞いないのか。酒んちって汚い？いや、そんな そんな汚くないですよ。あ、そう。はい。ゴミ屋敷じゃない。ゴミ屋敷ではないですね。物溢れてない。マジ？はい、マジでも普通っすよ。もうすぐ誰か呼べる？すぐ天海祐希さん招待できる？ああ、一回玄関で待ってもらいたいですね、天海祐希さん。それダメよ。あ、ダメっすか？一回待ってもらいたいな。待ってんだよ。そんな状況ないっすか？ちょっと待ってくださいって。どうすんのよ、それで。あ、いいよ、いいよ、気にしないでよって言うけど。あ、ちょっとすぐ片付けられない。何すんの？服バーって片付けて、全部入れて。ということは服やっぱ散らかってるってこと？まあ、そうですね。それは散らかってる。それだけでも片付けはあんま。何出す？青海さんに。ああ、麦茶か。コップで？コップで。お前のコップで？はい。ガラス？ガラスの、ガラスのコップで。はい。青海さん絶対嫌だよ。何ですか？お前家のガラスのコップで。お茶飲むの勇気いるよ。なんで玄関まで来てくるんですか。そしたら山見勇気さん。DVD 仮に来ただけだから。そう、玄関で渡してくれりゃいいのにさ。いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいってさ。なんだろうなって。ちょっと入ってくださいよって。お茶飲んでください。いやいや、DVD、何の DVD 貸してよ、ちょっとほら。知らないかい。お茶出しちゃダメだな。お茶出しちゃダメだな。缶にして。あ、缶とか。絶対コップ使わせないわけよ。うん。ラジオネーム親指ジャーニー。顔叩き。麦茶ごくごく。チンコかく。これはわずか5秒の出来事。かっこつけて。上司みたい。これかわずか1秒みたい。ラジオネームアクセルライダー。将来の夢は何かと聞かれたが、それがないからハロワに来てる。
腹湧くな。そうなんだ。なんかやりたい仕事とかある人も少ないし、やりたい仕事につけてる人も少ないっていうから、我々はまあ一応な、幸せっちゃ幸せだろうなと思うな。いや平子は分かるんだけど、酒井って本当にお笑いやりたくて入ったんだっけ、ね、そんなでもないんだっけ。そんなやついないっすよ。お笑い大好きですよ。いやいや、その役者やりたかったんだけど流れてくる連中多いじゃん。そうで、そうじゃないです。俺ジオンさんとかもそうだよ。だそうなんですか。ジオンそうだよ。上島さんなんかもお笑い第一希望。翔平さんもそうだよ。太陽に吠えるの刑事役でオーディション。翔平さんサンフランシスコから来た、あの帰ってきた帰国子女の警察サンフランというむずい役っすね。いうのはどうでしょうかって自分で履歴書書いてます。太陽に吠えるんです。すげえな。それでしょ。それで諦めて鶴瓶師匠でした。どうなんですか。どうなん一応第一希望じゃない人もいるのよ。なるほどね。確かに笑いでもいい。そう、第一？第一です。おそう。ラジオネーム生ポポちゃん。F2。大ネズミ、昼食中に目が合った、一人じゃないんだと心ポカポカ。ポカポカめっちゃ汚いからね。もうほんと汚いからね。ネズミは、ネズミは、あ、うん、よく街歩くと、もう高円寺なんて歩いてると、はいはいはい、あの鳩の羽とカラスの羽が多いよ、こうしてる高円寺。はいはい、すいません、はい、あの駅のな、どうしよう高架の下とか多いから、はいね、はい、あれ子供に触らせるなよ羽。あの辺はちょっと僕もあの遠回りして気をつけないとね、はい、そうですね。あの辺は確かに鳩の羽が、鳩の羽は鳩の羽は多いですね。気をつけないと、はい、カラスにやられた鳩の羽は特に多いですからね。ちょっと血がついてる鳩の羽。そうだろ。本当気をつけないと、もう子供なんて、うわ鳩の羽だっつってな、そう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 、ポケットに入れつったりして、ほら羽持ち帰ってきちゃいますから、うん、赤い羽のほら今日の募金みたいなね、なんて言ってくるから。そんなことまで言わないですけどね。そんなバカじゃないです。じゃあ分かってます。区別ついてますから。そうですね。金が多いからね。そうですね。ラジオネームストレンジラブ、FM 群馬。最近の夕方の天気、不安定。木村カエラさんの髪型みたいだ。そんな追いかけてないからな。まあでも安定してないかもですね。木村カエラさん。色も形も、はい。色も形も。よく変えますからね。スーサイドスクワットみたいな感じだよね。まあ、今、まあ、今そうでしょ。そうですね。そういう感じですね。はい、しっかりな黒髪にすりゃいいんだけど、落ち着かないね、あの人もなかなか。そうですね、はい。遊びたいんだろうな。遊びたいんでしょうね。そうですよ。好きなんでしょうね。うん、そういう遊ばないよなお前らな、あんまり。いや、あそこまではあんましないですね。うん、はい。ラストラジオにポジサイド FM2 へ。チンポにねカーワックスを塗り込んで。お風呂に入ればお湯が割れてく。サンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございます。はい、今日はまあタイムマシン3号がね、デング熱じゃないですね。代々木公園でデング熱、濃厚コロナの濃厚接触の疑いですね。まあ結果は陰性だったそうですけど、はい、まあ一応大事を取って19日まで休みということで、はい、急遽、はい、ね、同格である。同格、まあ、うん、ちょい上ですかね。アルコ&ピース、はい、吉本なんかね、結構ほら、はい、あそこはタレント多いから誰々が病気で欠場したら大体格が一緒ぐらいの人をスケで、ね、はい、行かせますみたいな舞台なんかは大体そうだけど ね、はいですね、うん、まあでも太田プロの判断的にはそうなんだよね、はい、でもタイムマシン3号がダメな時はアルカンドピース、同格のアルカンドピースでなんとかお願いしますっていうことで、ね、大サービスで、うん、大サービスで、悔しがる、サプライズですよ。ああ、そう、サプライズ、サプライズですね、そうですね、はい、ちょっと贅沢でしたね、じゃあね、今日はね、はい。ラジオネームはんぺん侍、 FM 新潟。酒井さんの家のガラスのコップって、うん、ワンカップです。ワンカップって出さないですよ。これ麦茶、天海祐希さんに、
プリパステルのプリンとかの、あの、容器、おばあちゃん。いや、取ってないですよ、おばあちゃんみたいに。それに麦茶気持ち悪いでしょ、パステルのプリンの瓶。よく洗って。よく洗ってもダメですよ。なんかさ、自分でさ、自分ちっておしゃれだなと思う、ダサいと思う。汚いと思う。綺麗じゃないですね。でもそんなに、もう一人暮らしの本当に男の部屋って感じですよ。別に神田うのさん呼べる？神田うのさん一晩止められる？そんないっぱい細くて綺麗な人。いや旦那と結構喧嘩しちゃってさ。いや旦那と結婚しちゃってさ。いや一旦待っててって言いますか。うのでーす。うのでーすって来るんですか？ピンポンで。社会ちゃん。一泊止めて。いやしたらいいですよ全然。本当？神田うのさんはい。布団どうぞって言える？おお、一旦だから待ってもらいたいですね。布団とかも。どうすんの？汚いな。そんな綺麗じゃないですよ。ということでね、お相手私有吉弘行とアルコ&ピース平子祐希と酒井健太でした。というわけでまたお会いしましょう。来タイムマシン帰ってきます。はい。はい